はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、自称少年革命家、ゆうたもんくんについてのお話なんですけど、すいません、レッチャンで、またなんかね、ゆうたもんくん、面白いことやってるっていうことで、レペゼンフォックスの YouTube の動画に出てたらしいんですよね。まあ、この YouTuber がいるんですけど、そこで、マネーの虎みたいな感じで、令和の虎っていうものがあって、それがね、パロディしてるということで、まあ、お金をね、出資してくれっていうようなことを言う側、そして、まあ、社長たちが、どうしようかな、って悩む側でこういう企画があって、わざわざそのスタディー号をほっぽり出して今これに出演してたらしいんですけど、その言ってる内容がやばすぎるぞっていうことだったんですよね。九九も言えねえ、足し算もできねえ、そしてハーバード大学に行くから1000万円くれとかって言ってたらしくて、まあネタなのかもしれないですけど、あまりにもやばすぎるところがねいっぱいあったんでね、今回それについてね見ていこうかなと思います。元光のチャンネルではGニュースケのことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、まあこんな感じで動画に出てるんですよ。で、レペゼンフォックスっていう人たちを知らない人もいると思うんですけど、こんな感じかな。ちょっとこれ、見づらいね。こっちか。これとかだとわかると思うんですけど、このメンバーと、あと、ドラゴン細いっていう人ね、医師の人かな。まあこの人もちょっと炎上とあって、元光のところにね、リクエストとかいろいろ来てるんですけど、ちょっとね、動画にできてなくてすみません。まあこんな感じで、いろんな人たち、まあ元光的にはね、あんまり社会性のある行動をしてる人たちではないんで、苦手ではあるんですけど、その人たちですらちょっとゆうたもんくんに引いてるというような感じなんですよね。この動画内で。ということで、まあ、ゆうたもんくんの言い分っていうのをちょっと見ていこうと思うんですけど、これですね。元光がざっくりと文字でね、まとめたんですけど、まず、マネーの虎みたいな感じなんで、ゆうたもんくんがね、目標金額というか、みんなに出資してほしい金額を言うんですけど、1000万円ですっていう感じで言って、ハーバード大学に行きたいから1000万円欲しいんですって、そして革命を起こしたいっていう風な言い分で1000万円を希望するわけなんですけど、日本一周終わったらすぐ行きたいんだって言ってて、その内訳っていうのがピースボート代200万円、塾費500万円、九九を覚える代600円、食費500万円だっていうことでね、まあこれだけあったらハーバード大学行って、俺のね、願いを叶えれるからとかって言い始めるんですけど、なんだこの九九を覚える600円って、わけわかんないんだけど、そもそも塾費とか本来自分で勉強していくものなのに、なんか塾費を払ってくれたら俺は行けるんだっていうことを言ってるんですよね、ハーバード大学に。まずは小学校、中学校をまともに卒業することが大事だと思うんですけど、ここですよね、ツッコミどころ。九九を覚えるって、覚えれてないんですよ。中1の時点で。マジかよっていうことでね、まあ、こんな感じでね、動画が上がってるんで、ちょっと見てみようと思うんですけど、切り抜きでね、秘宝、中学2年生、ゆたもんくん、九九がわからない模様っていうことで、切り抜かれた動画なんで、ちょっと見ますね。はい。全然クイやな。待って、九九知らんの？9の段が一番難しくて、まあこの人たちにも「九九覚えてないの?」って言われて、今ちょっと九九の、9の段が難しすぎるんだっていうことを言ってるんですよね。いやちょっと待ってよ、九九言えないのゆたもんくんマジね。ラスボスだよね。ラスボスが全部出てくる。九一が九二18、九三27、九四36。なんかみんなの目を伺いながらこうやって「くしくし36」って言ってたりするんですけど、4545、これで「おお」ってもうみんなが合わせすぎてるだけなんだよね。意味不明な空気なんだよ。みんなこれどういう状態なんだろうね。ほんと意味わからなくて、とにかくゆうたもんくん、九九すら言えない状態なんですよ。だから九九をまずは覚えないとね、ハーバード大学行くにはとかって言ってるんですけど、ハーバード大学なんだと思ってるんだろうね。そもそもどこにあるかとか分かってんのかな。こちらいいねさせていただきますね。リツイートもさせていただきますね。元光のツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。でね、まあこんな感じで、もうとにかくハーバード大学に行くために、九九を覚えたいだとか、ピースボート代、あれだよね、その世界一周とかでよく広告とかあるじゃないですか。その船代として200万円が必要だとか言ってるんですけど、そもそもこんなのじゃハーバード大学には行けないからね、自分の努力がまず必要だから、一応ね、過去にね、ゆたもんくんこんなこと言ってたんですよ。高校で習う積分だって俺はできてるよって、不登校でもちゃんと計算できるんだって言ってて、もうこれ証拠の動画みたいなの上げてたんですけど、いやこんな計算ね、クックできないとできないでしょ。少なくともこうかけるって出てるからね。もう完全にできてないですよ。この積分なんて。できるわけがない。クックできないのに。だから、これ、多分だけど、覚えるだけ、完全に暗記するだけして、ここにね、しっかり書いて、それを動画にしてたんじゃないのかなと思った人は思いますけどね。これは計算とは呼ばないよ、ユタボン君。ただの覚えただけ。うん。で、まあそんなね、積分はできるけど、クックができないって言ってるユタボン君なんですけど、ここだよね。内訳見ていたら、200万、500万、そして、クック覚える600円、食費500万で、ちょっと待って、これ足し算したら1200万円超えちゃうんですけど、これ1000万円で目標出してるけど、足し算すらできてないんですよ。内訳、これ矛盾発生してんじゃん。マジやばい。これはいくら桁が多いからって、さすがに足し算でできるレベルのことですよ。マジかよ。クックも足し算もできないみたいなんですよ。まあ、仮にネタだとしても全然笑えなくて面白くもないんで、どうなんだろうこれ本当にわかんないのかなやばいよね。そしてね、なんでハーバード大学行きたいかっていうと、ハーバード行って寿司食べたいんだーって、なんか。ただの豪遊キャラになってるんですけど、どこ行っても寿司食べたとか、前とか回転寿司食べたとかって言って、自慢するようにツイッター上げてたりだとか、まあ過去の話でもよく寿司って言葉が出るんですけど、まあ寿司好きなんだと思うんですけど、寿司食べたいって、これがね、13歳でそれするのがスタディであり、革命だーって言うと僕言ってるんですよ。これ何なの？何がスタディなの？何が革命なの？ハーバード大学行って寿司食べることが。もうさっぱりわかんないんですけど。でね、その周りの人たちがこういう風に質問するんですよ。周りが納得できるようなことじゃないと革命とは呼べないんじゃないかなーっていうことを言われてね。それに対してユタボン君がまた質問で返すんですよ。革命って何ですかって。いや、自分で少年革命家って名乗ってんのに、革命って何ですかって人に聞いてるんですよ。なんだこれっていうことで、その時の動画もあるんですけど、こちらですね、ユタボン自身を革命家と名乗っているが、これはアウト発言だ、アウトということで、まあ、どんな感じか一瞬なんで、ちょっと聞いといてくださいね。はい。ここから、革命って何ですか？革命って何ですか？革命って何ですか？切り抜きとはいえ、ユタボン君から、革命って何ですかって逆に質問してるんですよ。マジかよ。自分で自称少年革命家って言ってるのに、革命が何かは分かってないみたいなんですよね。これが革命だって思ってるっぽくて、13歳でハーバード大学に行って寿司食べることが俺にとっての革命だって言ってちょっと待ってよ。これもうネタにしてもさ、面白くないしさ、どういうことなの？突っ込んだ上で面白いっていう話なのかな？これじゃただの笑い物だよね。YouTube の動画出て、まるでピエロのように笑われ者で人をね、まあ笑わせてはいるけど、ちょっと違うんじゃない？革命家とは。何なんだろうね、ユタボン君。パパが台本書いてんのか何なのか分かんないですけど、もうネタなのかどうかもよく分からない、クックすら分からないっていうような、そんなね、動画内容だったんですけど、いろんな人のね、ちょっと意見、面白かったんで見ていこうと思うんですけど、こちらからね、ユタボン、ホームスクーリングやった結果、中学生になって、小学2年生レベルの計算すらできてないけど、ユタボンがかわいそうだし、やばいことになってないかって、ほんとね、かわいそうって言葉がめっちゃ多かったですね、ネット上で。もう同情の声の方が多かった。クックすらできねえのか、ユタボンくーんっていうようなね、そんな意見。で、ちなみになんですけど、過去のね、ユタボンパパはこういうことを言ってたらしいですよね。ホームスクーリングでも漢字は書けるようになるし、計算もできるようになるのに、学校に行かないと漢字も計算もできないと考える人がなぜこんなに多いのか、学校だけが全てではないんだぞって、学校だけが、漢字と計算を学べる唯一の場所だと洗脳されて育ったのだろうか、洗脳されている人の方がかわいそうだしやばいけどねって世の中を煽るかのように、いや義務教育行かないといけない理由はないんだよっていうふうなことを言ってるんですけど、ここだよね。不登校だとしても漢字は書けるようになって計算もできるようになるっていうのを証明しないといけないのに、全然できてないんですよ、この親子の活動って。不登校を正当化できないんですよ、このまんまじゃ。まあこれは完全にユタボンパパが悪いと元光は思います。ちゃんと少なくとも義務教育行かなくてもいいんだよって言うんだったら、しっかりとそのホームスクーリングでちゃんと教えるべきだろう、クックぐらい。絶対いるって。積分とかは日常生活で使うことはないと思うけど、ククとかって下手したらスーパーで買い物したりだとか、もう本当に身近なところでククって使うと思うんですよね。掛け算って。それが完全にできないってかなりやばいと思います。ますけどね。まあ、こちらいいねさせていただきますね。とか、他にはこちらとかね。お前は学校に行かなくなった息子が中学生になる今まで、小学校2年生で覚える九九すらまともに教えてやらなかったことを少しは恥じろーっていうことで、ゆうたぼんパパがこんなこと言ってたらしいんですよ。学校の勉強もできずに、大人になったら恥ずかしいという大人がいるけど、恥ずかしいのは自分の子供が勉強できないことを気にしている親の問題だろう。子供を思って勉強させているのか、それとも親である自分が恥ずかしい思いをしたくないからやらせているのか、大人たちはよく考えるべきであると。まあね、いや広い目で言うと、まあ、それもある程度正論なように聞こえるんですけど、ただ九九ができないっていうのを世の中に発信しても大丈夫って思ってるっていうのは、これ恥ずべきことですよ。最低限親がそこはね、補助というかちゃんと教えておかないといけないとこなのに。これじゃあゆたぼんパパの言ってることって何も説得力ないんですよ。九九ぐらいできるようになっとかないといけないよね。恥ずべきことだと思いますよね。お前パパは少しは恥じろっていうことを言われてます。放任主義を気取ってるつもりだろうが、お前がまともに教育できない責任を子供にすりつけてるだけだからなって、そう最終的に笑い物にされてるのはゆたぼんので、まあ、今回もね動画内でそうなんですよ。パパは一切何も言われないからね、これせっこすぎるんだよね。裏でずっといて、こちらもねいいねさせていただきますね。で他にはこちらとか、ゆたぼんくんが九九をできなくて話題だけどって、まあ、ある例を出してくれるんですよね、この人が。客、白菜4分の1、58円しかないけど、玉で買えないかって、僕、玉は198円になります。よろしいですかって、客、高、じゃあいらないですみたいな、かわいそうな頭の人みたいになっちゃうよと思うスーパーの成果担当はいいっていうこと。だからスーパーとかでさ、白菜4分の1は58円でも計算できないから、4倍できないからさ、これが高いのかどうかが分かんなくて、純粋にね、もう値段だけ見ちゃうから、高くなっちゃうっていうことで、掛け算ができないとこんな弊害があるぞって例を挙げてくれてるんですけど、ほんとそうだよね。やっぱり普通の日常生活で九九って絶対的にいるんすよ。絶対いるじゃんこれ。4倍するとかもできないんだから、九九できないとね。まあ、こちらもいいねさせていただきますね。とか、他には、ゆたぼんは本来天才を演じないといけないんですよって。あ、そうだよね。革命家って自分で言ってるぐらいだから、演じないといけないんだよ。すごい人間だって。でも不登校でもホームスクーリングとか別の方法で学べると言っていたんだから、そうだよ。だからわざわざ自慢するかのように、俺積分できるんだぜ、俺はちゃんと勉強してるんだ、そして天才だから革命を起こせるんだっていうようなスタンスなのに、できませんみたいな感じで、それを誇らしげに言ってる感じの今回動画だったわけですよね。他の不登校児のことを思えば、不登校になった挙句中2にもなって、九九も言えないおバカちゃんなんて演じるわけがないです。そうこれ演じる必要ないんですよ。つまり本物かと。まあ、この人のね、言う通り、元光もそうかなと思います。マジで九九できないんじゃないのかなって。あれは演技じゃないだろうっていうような意見がありますね。こちら、いいねさせていただきますね。とか、全く不登校時に会いに行ったりする活動してないけど、何やっとるんやーって。まあ、そもそもこの動画に出てるって何って。わざわざ北海道から行ってるらしいんだけど、それに俺は寿司しか食わんから食費500万とか、頭のネジやばすぎる、九九なんか小2レベルやぞ、周りの大人のおもちゃになってるだけやわーって、ここだよね。今回の動画の出演とかもいくらかそのね、お金が動いてるんだと思うんですけど、ただのおもちゃになってるだけなんですよね。でそれでまた喜んでるのはパパなんじゃないのかなと思うんですけど、これはまあ元光の妄想ですけどね。ここら辺で、さらにね、周りの大人が誰一人注意しないことが恐ろしい、小川社長のところに行ってこいって、今回動画の中では誰もね九九覚えられないことを責めたりしないんですよ。まあそういうね、注意とかしないっていうのは本当に周りが恐ろしすぎるぞと、かわいそうだねって、だから小川社長のところに行ってこい、しっかりといろいろと教えてくれるわーっていうような意見があったりします。本当そうだよね。ゆたぼんの周りがひどすぎて、ゆたぼんがマジでかわいそうなんですよ。まあ、今回の九九とかの動画見て本気で思いましたね、元光も。マジかわいそうだなーって。こちらもいいねさせていただきますね。とか、あと、ゆたぼんハーバード大行きたいくせに九九も足し算もできないのかよ、わらーって。リアルタイム型の人体実験として、慣れの果てを見る分には興味深いけど、親ガチャも才能も知能も外れのゆたぼんのこと、普通にかわいそうになってきたって。まあ、親ガチャって言葉元光あんまり好きじゃないんですけど、実際本当にね、かわいそうな境遇すぎて、こういう意見がやっぱり多かったんですよね。ゆうたぼんくん、今の現状本当にかわいそうだな、今の環境でいいのかっていうような意見がねいっぱいありましたね。こちらもいいねさせていただきますね。とか、これはもう手遅れなんじゃ、中学校行っても保健室が特別学級行きではって。確かにそうだよね。だって学校で授業を受けようと今から言ったとしてもクックできないんじゃ、いろんなことができないじゃん。数学とかで、それじゃ授業ついていけないから、もう保健室か特別学級とか行かないといけないんじゃないのっていうような風にね言われてます。こちらもいいねさせていただきますね。とか、ゆたぼんくんのことを誤解していましたと、間違って見てたってこの人は言われてて、不登校だけど家で勉強していて学校に行っている人より学力が高いからあんな発言をしているのかと思っていたらククもできないとあって、って残念がってる人がいるんですよね。不登校 YouTuber でいろいろ俺は何でも不登校でもできるよっていうのをいつもね発信してんのにククできないのかよって。義務教育を否定する前に最低限の学力は必要だと思いますよって。そうだよね、学校なんて言ってるやつロボットだとか否定したりしてますからね。いろんな人に会ってるけど本当に話の内容を理解できてるって話すらちゃんとできねえんじゃねえのかっていうようなそんな意見もねありますね。こちらもいいねさせていただきますね。ということで、ゆたぼんくん、ククもできない様子をまるで自慢げのようにね話してしまうというようなお話でした。マジで恥ずべきことだからね。それをお父さんがちゃんと教えろよと、パパがね。しかも革命って何みたいな感じのことも言ってたんでね。はい、ということで今回のお話は以上です。皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います。もとみつのチャンネルでは G ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。